よいしょ、明けましておめでとうございます。天助です。じゃん。ですね、年末年始お休みいただいておりまして、今日から動画再開していこうと思うんですけれども、今ご覧の通り、北海道に帰ってきておりまして、子供の頃から家族ぐるみでお付き合いがあって、一時期お仕事としてもお世話になってた農家さんのこの場所を借りて、撮っております。北海道編も実は今日帰りの最終日なんですけど、本日からですね動画を再開させていただき、北海道編地元編を多分3本か4本ぐらい、チャラチャラっとまとめたのを流すと思うので、ぜひお楽しみにご覧いただければなと思っております。というわけで今回はですね、この広い北海道の雪景色とともに伝助を散歩する動画を撮ろうと思いますので、本日もご覧ください。よいしょ、はい、行こう。さあ伝助、好きに遊んでくれ。すげえ夕日綺麗だね。めちゃめちゃ夕日が綺麗でございます。僕の家から車で5分ほどの、5分かかんないか、めちゃめちゃ近所なんですけど、もう完全に田舎なんですね。どこ行った？デスク、デスク、こっちおいで、おいで、はい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 、はい、新しいね。もう去年はデンスケさん完全に、よし、走って、暖かい時期に来たいね、今度北海道ね。でもこれが全部、これ見渡す限り田んぼなんですよ、お米の田んぼ。見渡す限り田んぼでね、春になると田植えが始まり、夏秋になるともう緑が生い茂って、収穫時期になって一面の銀世界、銀じゃねえや、金だね、世界にね、やるんだよね、デンさんね。デンさん、おいで、おいで、楽しい、おいで、楽しい。もう全然平気だね、こっちの冬は。反対側も完全に農村地でございますね。一人いませんよ、もちろん。こんな時間ですけれどね、いい夕日だね。楽しい、おいで、デンスケ、おいで、ナイナイス、楽しい。こっち行く、うんち、おしっこしないね。ちょっとおいで、おいで、はい、こんなところに住みたいわ。というわけで、15分ほど遊びまして、だいぶ楽しんだと思うんで帰りたいと思います。今日から3本か4本できればいいかな。ちょっと短いのもいくつか撮ったんで、細々としたものになるかもしれないですけど、おいで、レンスケ、おいで、そう、お座り、よし、冷たいけど待ってよ、待って、よし。まあ細々とした動画も載せつつ、しばらくは北海道編をお楽しみいただくということで、はい、
今日は一発目、新年一発目のご挨拶兼動画でございました。去年はたくさんの方にご覧いただきまして本当にありがとうございました。そして今年も元気に楽しい動画を上げてまいりますので、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。はい、というわけで、おそして寒いかもしれない、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。